アイテム番号 SCP-127JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-127JP は施錠された防音加工の低強緯度物品用ロッカーに収容されます。またロッカー内の音声は記録されます。説明。 SCP-127JP は石製の地蔵です。外見は赤の前掛けと石仏から構成されており、材質は一般的な石材と布で異常性を示しません。活性状態または不活性状態のどちらでも外部刺激への反応は今まで確認されていません。 SCP-127JP は日本標準時で午前2時に活性化し、未知の方法により男性と思われる声で標準的な現代日本語に訳されたキリスト教の聖歌を歌唱します。歌唱される聖歌は時代や宗派を問いませんが無伴奏声楽のみです。 SCP-127JP の聖歌には精神鎮静作用があると報告がなされていますが、それが SCP-127JP の異常な特性によるものなのかは現在判明していません。活性状態は日の出まで続きます。 SCP-127JP がどのように日の出を感知しているのかは不明です。SCP-127JP は2006年11月、青森県において、ヘライダケの念仏を唱える地蔵、という都市伝説となっており財団の関心を引きました。財団は早急に探索、回収を行いカバーストーリー、有毒ガスによる幻覚、が適用されました。ほい、2000年2月29日の活性状態において SCP-127JP は聖歌の歌唱を行わず、日本語による発話を行いました。以下はその際の音声ログです。記録開始。我が歌手、我が歌手よ。私はあなたの仰せの通り。あの時あの場所にいた者たちの舌が全員止まってしまってから歌い続けております。私は決して歌うことをやめることはありませんでした。たとえ風にこの身を削られようとも、水にこの身が侵されようとも、火が我が身を焼こうとも、土が私を堕落させようと試みようとも。短い沈黙。私は異教に惑わされた哀れな者どもを世界の様々な場所で見ました。忌々しい苔やカビ、それと砂利などです。彼らは私の歌をやめさせようと私を様々な手段で妨害しようとしました。しかし私は彼らに対して毅然とした態度で聖なる言葉を歌い続けて彼らを正しき道に導きました。短い沈黙。しかしながら私は今危機的な状況に陥ってます。今の異教徒、いや邪教の者どもは私の身をえぐる拷問にかけ、私の姿を横島な笑みを浮かべる邪教の偶像に変えて私を辱めました。ですが私はそのような暴虐に負けることはありませんでした。私は歌をやめませんでした。しかしその私の歌と強靭な精神を恐れをなした邪教徒どもは、私を誰にも歌の届かぬ当たり獄に追いやりました。おえつのような雑音が混じる。主よ、主よ、主よ、我を救いたまえ。記録終了。メモ SCP-127JP の発話はこれ以降行われていません。